とこに上がってきて、メダカいるか。メダカいるか。取ったろか。メダカ取ったろか。メダカ取っちゃら、ちょっと待ちよれ。メダカの方を取っていきたいと思います。取れるかな。くやぶし。やばい、警戒した。潜った。これ。よし。入ったろ。ん？入っちゅう。取った。取ったぜ。入った。気づいてないのかな？目が入れたで。アータの大好きなメダカ入れたで。それメダカが奥底におっても顔を突っ込んで食べるの。この間食べる時はまあそんな奥底にメダカおらんかったけど、泳ぎが捕まえて食べよったで。さすがに手で持っとったらいかんかい。さすがにね。お、下向いた。下にもおるけど、ガラス越しにものすごい。気が散るのか。そうやね。ここにいっぱいあるもんね。あれ、メダカおる？まだ。あ、ほんとおる。うわ、映らん、これ非常にむずい。うわ、出てきた、やめたか。捕まえ中。ローリングする、ローリング。もうすぐ水の中で、うわーすごい。水中、ちょっと見てっちゃう。水の中での水中ローリング。締め殺しる、メダカを。自分が死にそうだけど。すごいね。あんな水の中で水中ローリング。水から出たら、出したらこっちのもんやね。自分よりさ、でっかい獲物の時になんかそう、肉を引きちぎるないけど、そういうためにそのくるくる回るやつ。自分よりだいぶちっちゃいのになんで。しかもあれ、ヘビじゃなくて、ワニがやるやつだ。クロコダイルローリングでスピンね。クロコダイルローリングでクロコダイルスピンやん。
何がクロコダイルスピンやろ。違う、ダサいやん、ローリングやったら。さっき俺が言うたけど、お前間違えたらローリングに引っ張られたら。出てきよ、ヘビ、超えちゅう、魚超えちゅう、超えちゅうね。よし、出てきた、こっちもんぞ。力ない、あんまり。分かった、面白いね。加えた魚をね、飲み込んだ瞬間が多分取れてない。なんで？え、瓶の外で出たきね、画角の外やった。出たらいいね、タッチで瓶の。そうやショック。体がボコーってなっちゃう。ピントがめちゃくちゃ合わん。メダカの膨らみがある。体にメダカの膨らみがある。よかったよかった、無事食べました。さあ次はどちらの動画をご覧になりますか。こっち、こっち、こっち、やっぱこっち。どっちの方が面白いかな。まあ全部見ていただければ嬉しいと思います。飼い主の皆さん、いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。助かってます。またお願いします。